新たな力を求めよう。
この力、人々のために。
大切なもんだったらよ、簡単に取られんなよな。うるせえ。あんた構うんじゃないよ、やめなってば。 わかったって。旦那、勘弁してくれよ。ほら、返すからよ。 あいつら、もうこっち見てねえよ。ごちそうさん。で、岸さんには助けてもらったってことになるのかな、これはよ。道具屋のバカ夫婦、戦が始まってからというものを互いに向き合おうともしねえで、いがみ合いばっかりしてやがったからよ。ちょいと。 きっかけ作りに盗んでやったまでなんだがな。どうやら薬が効きすぎたようだぜ。あの調子じゃ近いうちにまた逆戻りかもな。岸さんのとこも同じかね。争いに目を取られちまって。大切なものちゃんと見えてるかい？ <笑>自分のものを取られておいて、その盗っ人を勧誘かよ。あんた変わってるな。いいぜ、心揺れたら迷わず茨の道を取るべし、ってのが家訓でな。この乱世の火種、俺が片っ端からかっさらってやるよ。
Marco. Matei ta zo. Kono toki wo. Waga kuni. Soshite Mohanaha e no bougyaku. Senran o manei ta Manasarizia wo. Kono Enje no ken ga sabaite miseru. Bougyaku da to? かつて我が国からマナストーンを盗み出した逆賊にまだ土地も命もある。それこそ慈悲というものであろう。お前は我が父やロマノフ法王が築こうとした和平を閉ざし、モハナ派と財派が戦場でしか言葉を交わせぬ時代を招いた。その罪はあまりに重い。30年戦争で滅びるべき宿命であった阿竜を生かし続けた神の慈悲、世はそのようなものを持たぬ。故にお前たちの命もここまでだ。戦い続けろ。敵はひるんでおるぞ。負傷者の治療も見落とさないようにしないと。大丈夫、死なせはしないわ。なんなりと。みんな遅れるな。任せて、大活躍してみせるから。全てがこのルドに味方しておる。大丈夫、死なせはしないわ。ご用命とあらば。みんな遅れるな。任せて。すべてが後悔する。敵はおじけづいてる。今よ、一斉攻撃。敵はおじけづいてる。今よ、一斉攻撃。大丈夫、
死なせはしないわ。任せて。えいや！
けろ。敵は…なめるな。敵はおじけづいてる。今よ、一斉攻撃。みんな、私についてきて。大丈夫、死なせはしないわ。これがバレットの力。さあ、どうぞ。最高の指揮を見せてくれる。
みんな、遅れるな。せい。誰よりも強くなる。任せて。はっ。すべて聞かぬ。やめるな。負傷者の治療も見落とさないようにしないと。この攻撃、一味違うわよ。大丈夫、死なせはしないわ。覚悟して。その程度。最高の指揮を見せてくれる。その程度か。
御用命とあらば。やむを得ませんね。一足先に失礼します。よし、敵を探してやっつけてやる。退却。ああ、ルド様に何と報告したらいいの。これしき。余が望むのは干渉の。今日の勝利に満足せず、より高みを目指さなければ。我が主のため。私はマナサリジアの名家出身だぞ。来るがよい。緩やかにな。よし、やるぞ。ブラックバードの力見せてやる。俺の指示に従え。俺の指示に従え。よし、やるぞ。ブラックバードの力見せてやる。
指示に従え。はっ。ここで倒れるわけにはいかん。妻が、領民が待っておる。この力尽きるまで、主に勝利を。この王はエルザ様に我が国と大陸の未来を託した。我がマナと敵が尽きるまでこの手は魔法を放ち続けるであろう。私の邪魔をする者は全て排除する。用意はいいか。全軍突撃だ。突撃する。はい。あらゆる戦場の変化をたらえるのじゃ。
任せろ。はっ。わしの指示に従えば負けはせぬ。私の指示に従えば負けはせぬ。戦場の変化を捉えるのじゃ。任せろ。はっ。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。行くぞ。誇りが示されましたな。
それじゃ大統領はもうとっくにお亡くなりになっていたっていうの？いかにも。こうしてかすかに息をしておられるのはアーデン様の生前の強い意志がそうさせていると言っていいだろう。まさにマナの力でも偉大なるルーンの騎士だけが持つ深淵な力と言えるかもしれん。そんな。わしとエルザ様も初めはそう認めたくなかったんじゃがな。祈りを捧げているうちにアーデン様の真意を聞き止めてしまったのじゃ。ムーラムールジュゴンドゥーラシュガー、父はね、今自分が死んだことが公になればこの国は大混乱に陥ってしまう、そう思い詰めていたの。だから、アーデン様は昔から自分の後を継ぐのはエルザ様しかいないと思っておられた。それにエルザ様があの建国の女神ムールエンジェ三姉妹の再来、心あるルーンの騎士たちがそう呼んでいるのもよくご存知じゃった。だがの、確かに評議会では次の大統領は俺だとかなんだとかいつも揉めてるもんね。うん、だから皆がすんなりとエルザ様を後継と認める時期が来るまでアーデン様はお亡くなりになることができないのじゃ。エルザお姉ちゃん、泣かないで。私も悲しくって泣き出しちゃうよ。ごめんね、シュガー。でも私は悲しくって泣いてるんじゃないんだよ。え？父は私が一人前の騎士と認められないうちは自由に死ねないんだな。そう思うとなんだかかわいそうで。エルザ様、自由に死ねない？そのうちにシュガーにもわかるよ。自由でいられることがどんなに幸せなのか。確かにアーデン様がエルザ様のために生きながらえようとなさっているのは我らルーンの神のおぼし召しによるもの。だがその神のご意志がアーデン様をいつまでも解放なさらないのも事実なのじゃよ。武器をしまえ。危ないではないか。この子は私の子供同然だ。危険などない。
それがどうしたのだ。そんなことより、まったく、とんだ邪魔をしてくれたものだ。この子がすっかり怯えてしまったではないか。さあ、特に用がないならほっといてくれ。せっかくこの子が入る場所を見つけたのだ。邪魔をしないでくれ。仕方ない。見終わったら早々に立ち去るのだぞ。素晴らしい作品ばかりだろ。ルーンの神はかくも美しい大地にこの子を生み出してくれた。そのルーンの神からの賜物であるこの子を、私はただ美しく描きたいのだ。そしてキャンバスの中でこの子を永遠に生かし続けること、それが私の役目だと決めている。さあ、もういいだろう。この時間は貴重なんだ。楽しみを奪わないでくれ。この私が？よしてくれ。確かに戦乱によって落ち着いて再感を振るう日々が失われつつあるのを感じるが、どこぞの国に仕える気もなければ、ましてや騎士などに興味はない。まったく、何を抜かすかと思えば。さあ、帰った帰った。そこの君、君、魔法とは一体何だと考えるね。神の宮技か、ルーンの神がもたらすマナの力による奇跡か。うむ、なるほど。なるほど、なるほど。どうやらあなたは話のわかる人のようだ。そこいらの馬の骨とは違い、やれ神だやれ奇跡だという話に安直に飛びつきはしない。それに少々変わり者なんだな。私はアウグステス、魔法を研究しているものだ。いいだろう、仕官しよう。どうせその誘いだろ。面倒は省こうじゃないか。このような粗末な場所で作業をしているのも少々事情あってのこと。口うるさい輩がいるからな、転々とせざるを得ないんだよ。ちょうどよい。早速拠点に移動して準備をしようか。どの道手狭になってきたので手放すつもりだったんだ。重いものは持てるね。落とさないように頼んだよ。